わかります？このツヤ。ノーベル生理学医学賞を受賞したシミ改善に優れた効果を発揮してくれるんですね。にゃーせよーないんです。今日は韓国の SNS で話題になっている新しいブランドヘアリンもご紹介したいと思います。前他の動画で簡単にご紹介したことがあったんですけれども、今日は詳しくレビューしていきますね。実はですね、ヘアリンはまだ日本に進出していなくて購入ができなかったんですが、使ってみたらねすごくいい製品で、これはぜひ9視聴者様にも使ってほしいって思って直接交渉をして、今回9コラボとして9月24日から9月28日の5日間限定で特別にお届けできることになりました。なので気になってたっていう方とか、自分の肌悩みにぴったりっていう方、そういう方はぜひお見逃しなくゲットしてください。まずヘアリンは2023年の下半期にできたばかりのブランドなんですが、製品力の良さで韓国の SNS で話題になって今急成長しているブランドなんですね。でヘアリンの初めてのラインがこちらのラディアンスラインなんですけれども、このようにですね4つの商品がラインナップされてまして、特徴が美白、シミ、くすみ、シワ、鎮静ケアができるラインです。すべて9項目の人体適応試験完了、皮膚低刺激敏感肌テスト完了製品となっております。こちらのほとんどの成分が天然エキスで作られてまして、敏感なお肌でも使いやすいラインなんですね。また年齢層問わず使用が可能なんですけれども、特にねおんま世代の方に評判がよくって、母にプレゼントしたらすごい良かったって気に入ってくれたっていう口コミがすごい多いぐらいおんま世代の方に評判な商品でもあります。ではですね早速一つずつ使いながら説明していきますね。クラウンしちゃっけばいけよ。口中にない。まずはこちらヘアリンレディアンススイーティースクラブクレンザーから使います。こちらをですねこんな感じで濡れた手に出してから顔にのせて泡立てながらスクラビングしていきます。水を少しずつ足していくとどんどんこうやって泡立ってきます。こちらがスクラブタイプのクレンザーなんですけれども、角質が厚い方とか肌がごわついている方、あとはザラつきが気になる方にすごくおすすめ、逆に皮膚がすごい薄い方とか敏感肌さんにはねおすすめできないかなとは思うんですけれども、スクラブ自体がねすごく細かいんですよ。低刺激敏感肌テスト済みではあるんですけれども、私もねすごい肌が敏感な時に使ったら少しひりつく感じがあったんですね。結構私って普段から角質ケアしっかりしてるタイプなので、まあその時そもそも肌のザラつきとか角質あんまり気になってなかったんですよ。なんだけどしばらく角質ケアを怠った時にね、今さ特に夏ですごい暑いからなんかすごいこの顎のザラつきとか肌のごわつきがすごい気になったので、その時に使ったら全然大丈夫でした。むしろ肌がすんごいツルツルになって、なんかねその後のスキンケアの浸透が良くなったりとか、メイクのりもねいつもよりはるかにアップしたんですね。なので私はデイリーに使うっていうよりかは角質が気になった時に使うようにしてます。で今こう洗いながらちょっとずつねこうやって水を足しながらくる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 やってるんですけど、スクラブが本当に細かいのでちょっとずつ水を足してこう泡を立てながらやっていくと全然刺激感じないです。逆にこう少ない水でやっちゃうとこう摩擦になっちゃうので、結構敏感肌さんとかは刺激に感じちゃうと思うので、まあ私みたいにこうやってちょっとずつちょっとずつ水を足しながらこうやってね泡を立てながらやってあげると、もう普通肌の方であれば全然大丈夫だと思います。見てどんどんこうやって泡が立っていくんですよ。角質ケアをしたいので私はこう肌の上で水を足しながらこうやってスクラビングしてるんですけれども、ちょっとお肌が弱くて心配っていう方はもう最初からこちらを泡を立ててから使っていただければ全くスクラブ感なく使えるので、逆にねすっごい細かい泡になるんですよ。なので毎日塩だったりとかこう優しく洗いたいですっていう方は最初からバーってこう泡を立てて洗ってあげてもいいと思います。今はこうやってくるくるやってるんですけど、すでに顎のザラつきがなくなってすごいツルツルしてるのを感じる。一旦じゃあこちらで洗い流していきますね。はい、今洗い流してきたんですけれども、やばい、肌めちゃめちゃツルツルで、しかもスクラブってさ結構なんか肌がすっごい突っ張る感じあったりするじゃないですか。でもさっぱりっていう感じでそんなにね突っ張り感とかはないです。すごい肌がねすっべっすべ、本当に。で顎結構ザラついてたんですけど、毎回これ使うとねすんごい顎のザラつきとかがなくなって肌のごわつきとかがなくなって超すべすべになるの。しかもここわかります、このツヤ、めちゃめちゃ肌にツヤが出るの。このスクラブ本当にいい。本当に角質が気になってる方は私みたいにちょっとずつちょっとずつ水足してこう
泡立てながらスクラビングして使ってください。しかもなんか肌のくすみが飛んで肌がなんか白くトーンアップしてません？こちらが精製水の代わりに青グレープフルーツ成分 33.5% 配合で、でさらにはこちらのスクラブも天然スクラブで、パーライトっていう火山灰から由来した天然スクラブなんですよ。さらにはパハとラハが入ってます。だから洗い上がりがすごいツルツルして、こんな感じで肌がトーンアップして明るくなるんですね。あとは特許を取得した緑茶水、シカやヒアルロン酸コンプレックス配合なので、角質ケアと同時に鎮静だったり水分ケアが同時に一度にケアが可能なクレンザーなんですね。そしたらですね、これもすごいいいんだけど、こちらフェアリンレディアンスグルタチオントナーパッドを使います。こちらが新商品なんだけどすごいよくって、最近ハマってずっと使ってるの。見えるかな、こちらのトナーパッド本当にエッセンスがひったひたなんですね。私はこちらをこんな感じで両頬にこうやって乗せてから、ちょっとねこれがパッドがすごい薄いのだから取るのが大変なぐらいすごい薄いんですよ。でね、本当にエッセンスがひたひただからこぼれないように気をつけてください。こんな感じで3点に置いてます。ピタッとねくっついてくれて、このシートもすごい柔らかいの。私はねこんな感じで10分のスタートに最後に拭き取ってます。拭き取りのみも OK なんだけど、エッセンスがひったひたでもったいないから、個人的にはパックにしてから使ってほしいです。こちらが美白特許成分のメラウェイが配合で、メラウェイっていうのがメラニン細胞がメラニンを生成する前にキャッチしてくれる美白特許成分なんですけれども、これが美白効果だけでなく抗炎症作用だったり抗酸化効果もアプローチしてくれる成分なんです。でさらに嬉しいのが、グルタチオンとかホワイトトマト、ナイアシンアミノまで配合なので、シナジー効果を発揮してより透明感のあるお肌に導いてくれるトナーパッドなんですね。でこうやって肌にのせると結構クーリング感があって、ちゃんと肌温度を下げて鎮静してくれるんですよ。メイク前って肌温度が高いままだとベースが混ざり合って崩れやすくなるので、メイク前にちゃんと肌温度を下げるこういうのを使ってあげることでベースメイクが崩れにくくなるんですね。あとはなんか紫外線の後のほてったお肌に使うっていうのもおすすめです。でちょっと10分置いてから剥がしますね。口にないん。はい、じゃあだいたい10分経ったので剥がしていきます。こうやって剥がしたら全体的にこうやって拭き取ってあげます。10分経ってもね、全然シートにひたひたにエッセンスが残ってます。もったいないからね、私はこうやってちゃんと首のデコルテまでちゃんと塗ってあげます。こちら使うとね、本当にお肌がすごい滑らかになってしっとりするんですよ。トナーパッド大好きな私が今まで使ってきた中で一番保湿力高いと思う。肌がすごいもっちりして超滑らかになるので、さっきのスクラブクレンザー使った後だから、使わない時よりより浸透してくれてる。だから私これ初めて使った時からめっちゃいいと思ってガチで毎日使ってる。これはねトナーパッドの中で久々のヒットでした。でさっきも言ったんですけど、素材も優しいので敏感肌さんも使いやすいと思いますね。なんか角質厚いところをこうやってくる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 拭き取る系ではなくって、部分パックメインで使って全体的なキメを整えてあげる系のトナーパッドなので、厚くて粗いザラザラした角質は先ほどのクレンザーでしっかりと落としてから、トナーパッドで全体的なキメを整えて水分ケアをしてあげるっていう感じ。本当にねエッセンスがひったひたなので、これを使った後はね別途化粧水はいらないです。そしたら次はこちらを使います。ヘアリンレディアンスメラホワイトセラムです。これもすごくいい。さっきからこれもいいあれもいいって言ってるんですけど、ヘアリンって本当どれ使ってもいいんですよ。ヘアリンの中でも代表的なヒット商品なんですけれども、韓国の SNS で話題になった美容液なんですね。でこちらのすごいところが、ノーベル生理学医学賞を受賞したオートファジーというメカニズムを活性化させるメラゼロ V2 っていう特許成分が配合なんですよ。でそれがシミとかくすみの原因であるメラニン合成を抑制して、定着したメラニンを分解してからシミ改善に優れた効果を発揮してくれるんですね。あとはトラネキサム酸とかナイアシンアミドも配合されてます。私はねだいたい使って2週間目ぐらいからなんか肌のくすみがどんどんこう抜けていく感じだったりとか、全体的に肌のトーンが上がる感じ、あとニキビ跡の色素沈着も薄くなってきた感じがしたんですよ。でこちらをですね、だいたい1から2プッシュぐらい出してから、まず1プッシュこう伸ばしてみますね。テクスチャー変わってません？これなんかねちょっと固めの粘性があるようなノリみたいなテクスチャーなんですよ。なんかね肌に張り付いていく感じ、なんかそこがピタッとピンとなってから肌に張りが出てシワがとこう伸びてくれる感じがするんですね。しかも見てください、このツヤ、塗ったところすごいツヤ出てません？輝いてますよね。ここだけ今塗ったんですけれども、塗ってない方こっち、塗った方こっち、全然違いますよね。ほらわかります、この
なんかツヤの膜を張ってくれてるような感じ、すごい綺麗な輝くツヤが出てくれるんですよ。ちょっと反対側もワンプッシュ出してから塗っていきますね。このテクスチャー本当に変わってて、なんかこのテクスチャーね、ヘアリンにしかないと思う。私もねこれは本当初めてのテクスチャーで、ピタッとこう密着する感じっていうんですかね、面白いの。このテクスチャーがすごいハマるので、塗ったところが瞬間でこういうすごい綺麗なツヤが出てくれるんです。こちらが肌バリアアップだったりとか、保湿力もすごい優れてて、これだけでもうすごい肌がもっちりしっとりしてくれます。わかります？このツヤすっごい肌綺麗じゃないですか。韓国の SNS でもこのツヤがやばいって言って話題になってたぐらい、これはね皆さんにこのツヤをね体感してほしい。で4種類のツボクサエキスも配合なので鎮静もできますし、敏感肌低刺激テスト済みなので、肌が弱くてビタミン C 美容液が使えない方だったりとか、刺激なく美白ケアをしたい方にもすごくおすすめできます。で私もね肌が敏感な時に使ってみたんですけど、全然しみることなく使えました。これはね本当に韓国の SNS で話題になるのが納得で、シミだけじゃなくてシワが気になってる方にもすごくおすすめしたい。40、50、60代の方は絶対好きだと思う。だいたいその年代の方ってあんまりさっぱりしたものだと結構保湿感が物足りなく感じる方多いと思うんですけど、これはすごい濃厚テクスチャーなので結構保湿感が高いんですよ。なのでこうさらっとしたテクスチャーが好きな方には向かないと思います。どちらかというとこうペタペタもっちりとするので、私はね結構ベタベタが大好きだから、そういう方は100% 好きだと思う。で香りもねハーブっぽくって、私はねこの香りすごい好きです。で最後はですねこちらヘアリンレディアンスモイスチャークリームを使います。こちらもね美容液に並ぶヘアリンの自信作なんですけれども、エクトインっていう今韓国で話題の成分が入ってるんですよ。でエクトインって地球上で最も極限の環境で生き残った微生物から発見した天然ストレス保護分子なんですね。なので肌の保護に優れてて肌バリアを強化してくれるんですよ。でしかもそのエクトインもね、世界で初めて開発して特許を取得した B トップっていう会社があるんですけど、その B トップの最高原料のみ使用してるんですよ。さらにはデックスパンテノールも配合してて、保湿力にかなり優れたクリームなんですね。結構クリーム自体がこんな感じでちょっともちもちした水分感のある少し重ためのテクスチャーで、これ使うとすっごい肌がもっちもちになるんですよ。しかも重ねるほど肌にツヤが出てくれるの。翌朝まで肌がしっとりしてから乾燥を感じさせない。でこちらの中にイチジク種子油も入ってて、潤いを逃さないようにベールを張ってくれる感じ。今こうレイヤリングしただけですごい肌にツヤ出てません？だけどギタつきのない自然な綺麗なツヤが演出できるの。この肌がしっとりもちもちする感じが本当にたまらない。結構油分感高いので、言っときますけどさっぱりあっさりが好きな方には向かないです。で私この使用感もテクスチャーも大好きなんですけど、一点だけ気になるところがありまして、香りってやっぱ個人の好みがあるので、これはね本当に意見が分かれると思うんですけれども、香りが結構強めなので敏感な方は苦手かもなっていう感じ。本当に個人の意見なのでごめんなさいなんですけれども、個人的にはトイレの芳香剤っぽい匂いであんまり好きじゃないです。この美容液はめっちゃいい匂いなんだけどね、なんでこれと同じにしなかったんだろうと思って。ただ時間が経てばなくなってくれます。でもねこの製品自体がすごくいいから、私はこの匂いを我慢してでも使いたいって本当に思う。それだけすごくいいから。で今紹介したこの4ステップこれ使うと、もうねほんとこんな感じでめちゃめちゃ肌が綺麗になるし、なんか女優みたいな綺麗なツヤができるんですよ。特にこの美容液とクリームはオンマ世代の方絶対好きだと思う。ヘアリンはねこれからの季節に本当にぴったりなので絶対にね気に入ってくれると思うんですよ。でこちらがねまだ日本に進出してないブランドなんですが、とてもいい製品でね、ぜひ皆さんにも使っていただきたいって思って交渉しまして、今回ヘアリンと9月24日から9月28日の5日間限定でコラボをできることになりました。今回ですね、ナインビューティーの専門サイトで販売となりまして、販売リンクは概要欄、コメント欄の方に記載しておきますので、そちらからチェックしてください。単品販売もしますし、セット販売もしてます。個人的には全て入った4点セットがおすすめです。で、今回のコラボを逃しますと、ヘアリンは基本的に日本に進出してなくて、普段販売してないブランドなので、まあ、今回の反響次第で、まあ、2回3回やるかっていうのは決まっちゃうと思いますので、ぜひねこの機会はお見逃しなく、ちょっとでも気になる方はね試していただきたいなと思います。特にオンマ世代の方はもう 100% 気に入ってくれると思いますので、ぜひ今韓国で話題のヘアリンの製品試してみてください。ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタン、
そしてインスタの方でもたくさん韓国情報を配信しておりますので、ぜひフォローお願いします。クローンウリンターメマンだよ。